はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、この店内とか目の前に来てるメニューとか見てね、わかる方も多いと思うんですけれども、久しぶりに町田の29歳にお邪魔しております。今回の料理はですね、ちょっとオーナーさんに相談させていただきまして、特製のポークチャップとポークソテーとお肉をね、2種類用意していただきまして、見たことのないサイズのね、このね、豚さんをご用意いただきました。今回使ってるお肉なんですけども、2種類ございまして、こちらの見えているバラ肉の方が鹿児島産の黒豚と、こちらのロースの方が東京 X とね、両方ともね、もうめちゃめちゃいいお肉用意いただきましたんで、冷める前にね、早速食べ進めていきたいと思います。それではいただきますと、まずこっちロースの方、東京 X からいただいていこうかな。肉汁がやべえよしよし、これ見える、やっべ、うわ、うまそう。まずはね、こちらの、東京 X と。うまっ。え、うまっ。うん。これ、やばい。普段食べてるような豚のバラ肉よりも、よっほど柔らかいし、しかもね、油が上質なんでね、全然重くない。うん。うまっ。こんだけのサイズでも、なんかペロッといける気がする。これ見えるかな？たまんなくない？やばいよね。で、今回はね、まあ、こちらのポークソテー用に、ニンニク醤油と、29さんのオリジナルソース、このね、ガーリックソルトと、3種類ね、味変アイテムを用意いただきましたんで、これもちょっと使っていきましょう。じゃあ、まずね、味変アイテムの、これ、ガーリックソルトと。うわ、絶対うまいじゃん、こんなんだって。こんなん絶対うまいじゃん。うん、うまっ。やっぱりね、このお肉自体の臭みもないですし、旨味もね、上質な分ね、少量でもガーリックのね、旨味がすっごい際立ってる。うまっ。これやばい、これやばい。そしたらちょっとこっちのね、バラのポークチョップも食べていこうかな。あのね、バラの脂身がうまそう。ポークチョップのソース、これケチャップ系のトマトソースにつけてと。脂がすごい甘いし、何より全く重くないんだわ。わあ、これはうまいね。これ無限だな。永遠に食べられる。うますぎる。作ってる最中のオーブンとかはもうね、油でびっちょびちょだったんですよ。だから正直食べる前はね、油っこさ心配したんですけど、もちろんね、油はすごい、ただ重みがない分全然苦じゃないし、何よりもね、それがね、旨味になってる。ライチ食べたい。ちょっとご飯、ご飯。僕もね、そんなに件数ポークチョップとか、まあポークソテーとかね、食べてるわけじゃないですけど、間違いなくね、もう人生の中で一番うまいポークソテーとポークチョップですね。それぐらいうまい。
さっきお店の方ともお話ししてて、この食材を仕入れるときに、金額で言ったら、本当に和牛の、まあ、ももとかのね、部位ぐらいの金額がしたらしいんですけど、でも、こうやって食べてみると、マジでその高い和牛とかに焼けないぐらいうまい。ポークソテーとかね、やっぱシンプルに作るやつっていうのは、やっぱ食材がいいとね、よりうまくなりますね。まあだからその普段のね、ご褒美とかにステーキ食べたりとか、焼肉食べたりとかね、その牛、美味しい牛を食べに行く方いらっしゃると思うんですけど、一回ね、この美味しい豚でご褒美やってみてください。多分ね、世界観が変わる。本当にうまい。うん。そしたら続いてのソースはこちらのオリジナルソースですね。そしたら続いてこちらのね、第3のソース、ガーリック醤油でございます。いやー、これもシンプルにうまそうだな。これもうんま。3種類のソースとも、まあ、もちろんね合うんだけど、個人的にはガーリックソルトが一番かな。最初料理見たとき、ぶっちゃけね、大きすぎて食べきれるか心配だったんですけど、全然いけるわ。このね、最近の容量がちっちゃくなったね、僕でも余裕。そしてこの最後のお肉はね、ガーリックソルトで。そしたらこちらが最後の一口でございます。
はい、ということでただいまね、ポークソテーとポークチョップの、セットというか、まあご飯も合わせてね、すべて完食いたしました。マジでこのブランド豚っていうのかな、うますぎる。本当にね、もう人生で一番うまいポークソテーでございました。まあ、今回ね、いただいたメニューに関しては、こちらの29さん、まあ、通常メニューにはないんですが、3日前までに、ご予約をいただければ、まあ、グラムとかを指定でね、予約して食べれるってことなんで、ぜひね、今回いただいたこちらの2種類のメニュー気になった方は、29さんに連絡してみて、この美味しいね、豚肉をぜひ味わってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。